えー、今日のクソジジーチャンネルは、ミュージックステーション、テレビ朝日の音楽番組。そんなにね、ビーズってね、あの、テレビ出ないし、一番最初の頃とかは、まだそんなに売れてなかったんで、大部屋なんですよね、楽屋が。自分たちの部屋じゃなくて、なんかいろんな人が入ってる部屋。 に、バーって入れられるっていうのかなまあ、そこを使わせていただいてるわけなんですけども。隣に、光源氏の人とかいるんですよね。ヘアメイクの人が、光源氏もやってて、ビーズもやってたんですよ。なんで、そのいろいろ紹介してもらって、仲良くなって、僕だから諸星君と話したりとかなんか。その時にだから、その光源氏の大沢君とかと、その松本さんが後に仲良くなったみたいなのもそこから始まったりとかってのがあると思いますが。あれ全部生なんでね。 もう9時になったらもう笑って、あの、泣いても笑ってももう終わってるぞってのがあるんですごい楽なんですけどもね。生放送ってのは本当にそういう風な部分っていうのは、まあ、気楽っちゃ気楽だけども、まあ、間違えれないとかね、まあそういう緊張感っていうのはすごいあるわけなんですけども。<laughs> まあ、いろんなアーティストが出るじゃないですか。あのステージ、あれ自体が全部下に車がついてて出し入れするんですよね。ワンアーティストごとに。今でもそうだと思うんですけども、タモリさんと話をしてる間とか CM の間、その時に終わった人たちのステージ、それがだから文化質式になってて、いくつかのなんか山台みたいなやつがこう、人力でこうやってバーっと押していくんですよね。で、それで出たらまた次のやつがバーって入れてって、だからそこの出入り口のところってのはもうほんと戦争みたいな感じで、 大騒ぎになってて、変にブあのうろうろしてるともう引き殺されるぞみたいな。だから絶対こっから向こうは行かないでくださいみたいななんかそういうふうなのは僕らにはありましたけども。でそれで P.A. の線とかあの照明の線とかもだからその場で外してその場でつけるっていうもう本当にだからそれも間違えれないしっていうね。基本的にはえっとまずリハーサルっていうのがあってその後にカメリハっていうそのカメラとかも本番と同じような動きになってっていうのでやって。でその後がもう本番なんですよね。だから全部で三回やればいいだけの話なんですけどもまあだから昼過ぎに 入って8時から撮り始めるみたいな感じなんでまあ間がまあ必ずまあ2,3時間あうくあくっていう感じなんですけどもそこで台本とかも見してもらえるんでねまあそうするとかどこのカメラがここの歌詞の場所はこういう風に映すぞみたいなそういうのも書いてあっておそらくだからその生放送っていうのもあるんだと思うんですけども台本通りなんですよね必ずなんでまあそれはだから1回目の時にあの学習したんですけどもあ全部台本通りなんだと思って。 で、そうすると、2回目とかになると、もうそれが分かってくるんで、まあ基本的には右からのカメラと左からのカメラと、あとはな、引きの穴上からこうやるやつと、大体基本的にはその3つだったのかな、あの頃はね。この右からのやつで行くと、 稲葉さん真ん中にいて、松本さんこっちで僕こっち側じゃないですか。えっ、ー、と、だから僕がだから下手で、松本さん上てなわけじゃないですか。でそうすると、まあこっちから見て右側のカメラからこうやると、稲葉さんと松本さんが映るわけですよ。左側のカメラの時は、と稲葉さん映ってて、その後ろに僕が映るんですよね。で、その歌詞の部分のど、どのカメラを使ってるのかっていうのは、その、その時撮ってるカメラが、ランプがつくんですよ、赤いランプが。 なんで、それを見てると、どこから撮ってるのかってのうのが全部まあ、台本見てもわかるんですけども、まあ、それを見ると、えー、自分が映ってるか映ってないかがわかるんですよね。 で、そうすると、自分が映ってる時だけ、ものすごい派手なアクションをしたりとか、なんかちょっと印象的なことをしたりとかっていうのをしてですね、基本的にはあの、歌以外は全部カラオケなんで、ギターとかは、あの、松本さんとかは、まあ、えー、最初の頃とからカラオケできたけども、最初のうちは、まずソロだけはなんか、その場で弾くみたいなパターンから、最終的にバッキングもだから、ギターは生でやる。でも、ベースとかは僕がやってる範囲でも全部あの、カラオケだったんで、続う当てぶりってやつなんですけども、僕当てぶり、あの、むちゃくちゃ 上手なんで、絶対にわかんないですけども <laughs>。